野なるみの独立アメリカンライフ。この番組はアラサーのなるみとアラフィフのしのぶがアメリカの生活を独立に切っていく番組です。インスタグラムや YouTube でのコンテンツ配信、あとは独立コミュニティと称したオンラインサロンでは非公開エピソードとか、あと独占映像なんかも盛りだくさんです。そして2023年1月20日金曜日までポッドキャストアワードの投票も行われております。皆さんの清き一票よろしくお願いします。ドクアメオンラインサロンはドクアメ .com、 インスタグラムはドクアメアンダースコアオフィシャル、そして YouTube はドクアメショートストーリーで探せますので、ぜひチェックアウトしてみてください。で、私のつぶやきから入っていきたいと思います。私のつぶやきはですね、ちょっと2つあるんですけど、1つは、はい、なんか最近ネットフリックスにハマってまして、なんか今までそんなに最近っていうか、なんかこのだかファーストラブみたいな、なんかあの初恋みたいなのを見た後、うん、見た時からちょっとネットフリックスのドラマシリーズにちょっとハマってて、うんうん、今までは、はい、ネットフリックスは、ま、アニメしか見てこなかったんですけど、うんうんうん、でまああれがきっかけで今度はウェンズデーっていう、うん、あのドラマがありまして、うん、アダムスファミリー の、 あの女の子いるじゃないですか、三つ編みしてる女の子、うんうんうん、あの子ウェンズデーって名前なんですけど、彼女、はい、彼女のストーリーなんですよ。でそれがあのストレンジャーシングを超えたみたいな、この視聴率が、ですごい話題になってた、うんうん、あのドラマで、で見てみようと思って見たら、うん、シーズン1しかないんですけど、うん、今のところそれ結構面白くて、でこの主人公の女の子がすごいなんかこう20歳ぐらいなんですけど、うん、若くて、うん、なんですけど1個前 の、 あの映画で賞みたいなのもらってるぐらい実力派の女の子が出てて、みたいな、で少しなんかハリーポッター感もあったり、うん、ハリーポッター感もあるんだけど少しストレンジャーシングスもあって、うんうん、みたいな感じの、なんかこう奇妙なんだけど可愛くて、うん、少しストーリー展開もミステリアスでみたいな、うん、っていう話をしで結構面白かったんですよ、うんうん、もし時間があったら今度クリスマス期間中に、多分エリカがまだ見てないって言ってたから、ウェンズデー、多分ウェンズデーっていうあのドラマなんですけど、うんうん、すごい可愛いです、うん、見ててなんかディズニーっぽくもある、楽しいと思います、アダムスファミリーを知らなくても全然可愛いし楽しいし、うん、面白いなと思うし、うん、であとはあのもう一つは、最近沖縄に初めてスタンダードプロダクトだったかな、スタンダードプロダクト、うん、スタートアップスタンダードプロダクトっていうお店ができて、うん、それがなんかあの100均の少しいいバーみたいな、へ、100均のちょっとレベルが上がったバーみたいな感じなんですよ、うんうん、だから300円から1500円ぐらいの、1500円、うん、300円から1500円、300円から1500円ぐらいのものが売られてるんですよ、へー、うん、でも大体500円ぐらいですけど、ね、うんうん、300円から500円ぐらい。でもそれがすごく良くて、うん、アメリカってこう100均ってもう本当に、まあ、アメリカの100均は終わってるわね。そうじゃないですか、うん、何もなんか100均でできることって少ないというか、まあ、うん、そうね、まあ、でもこの シーズナルアイテムはまあ100均でもいいけどね、うん、全然ね、ダラーツリーなんかはまだ100均の中で私いい方だと思うけど、確かに確かに、ちょっとデコレーションとかを変えたりとか、うん、特にクリスマスだったりとか、うん、あのハロウィンとかは結構ね、いいの売ってたりしますから、それのイメージがあるじゃないですか、うん、でも日本の100均ってそのなんか100倍、うん、全然違う、もっとファッション届けてくれるっていう、うん、そうそうそう、でスタンダードプロダクトっていうのはその100均のダイソーの系列の少し上版なんで、うん、100均の上版なんで、でもすごいあのいいのが、うん、こんなの500円で売るんだっていうのがいっぱいあるんですよ、うん、例えばなんか昨日買ってきたのは、うん、あのメイクのリップを置く、うん、なんかコンテイナーみたいなのがあって、うん、それ500円だったんですけど、うん、それちゃんとパレットが置けるスペースと、うん、あのリップが置けるスペースってあって、うん、で適当にあの前あの中古屋で買ったのは入らないんですよ、リップが、うん、こう太すぎて、うんうん、なんだけどそれだと綺麗に入ったりとか、あとはなんかメイクアップブラシもなんかちゃんと職人さんが作ったメイクアップブラシだったりとかっていうのが、なんかいいクオリティのものがめちゃくちゃ、うん、安くね、あのリーズナブルで、うん、はい、売られてて、うん、でなんかよく読んでみると、うん、いろんななんか廃棄物とかを使ってこういうなんか、うん、これも昨日ノベルティでもらったんですけど、うんうん、スマホスタンドを、うん、これもなんか廃棄物から作られてますみたいなことを言ってて、ね、リサイクルなんだ、そういうのがなんかリサイクルだみたい、一部かな、うん、リサイクルみたいですけど、うん、日本製のものとかも売られて結構なんかあの感動しましたよ、すごいね、だから、うんうん、そういうのも便利だな、最近よく便利になってきたなって思ってて、でちょっと今なんか
あのシーンっていうあのドレス、うん、ドレスっていうかあのクロージングカンパニーね。あ、クロージングカンパニーがちょっと今あのやばいじゃないですか、うん、やばいの？やばいんですよ。シーンってどうやばいの？あの昔は、とか多分今多分世界でナンバーワンのセールスを誇るんですけど、シーンっていう会社が、うん、中国の会社さんなんですけど、そうだよね、なんですけど、はい、で多分その次からユニクロなんですよ。あ、そうなんだ。そう、ユニクロって結構でかくなってて、うん、でその一番上がシーンなんですけど、そのシーンがあのすごい労働基準法を満たしてない。あー、それエリカ言ってた、うん、そうなんですよね。ちょっとあのすごい卑劣な感じの働かせているっていうんですか、うん、あのファクトリーでもそれってシーンだけじゃないんじゃないの？中国がそうなんじゃないの？いや、で分かんないです、うん、中国がそうかって一つくくりにはできないと思うんですけど、うんうん、例えばこういろんな、例えば日本だったら日本のこの、うん、なんですか、労働基準法がアプライするところもあれば、うん、アメリカも中国のファクトリーはあるけどアメリカ労働基準法をアプライしようとしているところもあれば、うん、それがしてないところもあったりなんかして、うん、で CE は特にその労働基準法がない中国での会社さんだから、うん、余計こうレギュレーションがフリーなわけですよ。なるほどなるほど、はい、それによってなんか18時間労働とか、うん、で週に何十時間も働かされてとかっていうのがすごく起きてて、それがすごい今問題になってて、でそのそれもありつつの、うん、あのあなんていうか日本製っていうのが少しまた見直されてきてるのかな、こんな感じでみたいな。あ、そう、ね、と思いましたけど、やっぱりほら、はい、クオリティとかね今、うん、まあ、要はサステナビリティだと思うんだけど、あの、うん、そういうところに着眼点が皆さん置いてきてるからね、いかように作られてるのかとかさ、うん、アニマルテストをしていないのかとかさ、うん、そうですよね、クオリティフリーとか。私でもそういうのはすごく賛成、特に動物、うん、なんかこう、うん、え、必要あるって思うもん、たまに、うん、いや、良くない、うん、動物じゃなくてとか思っちゃう。まあ、でも本当にその人間がやっていかなきゃいけない、ね、医療学的なところは分からないけど、うんうん、でもあの特にごめんね、メイクとかね、うん、こんなこと言うと私すごくテキサスでは住めないんだけど、うん、あ、まあ、ハンティングとか超反対で、うん、あのそうですね、テキサスの人、うん、あのこれはね本当にここ あのポッドキャストの あのBetween Me and You なんですけど私とあなたのだけの話とか言って、うん、何人の人が聞くんだろう話だけどこれ確かに、うん、なんかもうテキサスにいるとすごいみんなねプラウドリーに言うんですよ、あのこの うん、ハンティングシーズンが始まるからねみたいな、待てないな、ね、今年はどこに行こうかなとか、ここでこう行ってああやってああやってみたいな、要は、うん、鹿とかこの飛んでるカモみたいな、ドーハンティング、うん、ドーブか、うん、ハンティングとか、要は動物をまあ殺して、まあ、でもカモなんか食べるのかな、うん、鹿は皆さんこうね、そうですよね、お肉として、ね、ジャーキーとかにして食べるんですけど、うん私本当にごめんなさい反対で、あの、うん、Do we have to eat deer? っていう感じあの、うん、よくない、あの牛もね豚もチキンも犠牲にしてるわけだから、うん、ディアまで行かなくてもよくないかいってすごく思うで、なんかこのなんかね、うん、この人間がねこう上から目線的にね、人間の世界を何も荒らしてない鹿さんとかにね、わざわざこうすごい威力のライフルとか向けて撃つでしょ、もうなんか私、はいはい、心が痛くてすっごい嫌いなの、うん、ハンティングシーズン、うん、だからもうハンティングになると、うん、特にうちの 業界なんてオイルガスだから、もうハンティングファンだらけなのよ。だからもう、ね、僕はハンティングに行ってね、人気ありますよね、そうそう、俺はハンティングに行ってね、うん、すごいのやったんだよと話をするから、みんなもうなんか聞きたくないとか思って、うん確かにそこ、まあ、確かにオイル&ガスの男性、まあ、白人男性とか結構、まあ、そうですね、あの結構ファーな人はいらっしゃいますからね、うん、でそれでいて日本人が馬食べるとすげえびっくりするんですよ、ね、まあ、確かにそれはある、うん、馬は食べんだろみたいな、だからモラル的にどうなんだよみたいなことは言われますけど、ね、確かにそう、うん、それはねテキサスは言ってはいけない、うん、皆さん、そうです、ね、皆さん馬のファンなので言ってはいけない、そうです、馬は友達ですからねみんなテキサスではね特に鹿ではないんで、そう、特に私も馬を食べようとは思ったことはないけどね、うん、今までに、うん、あの生きてきて、
そうですね、でもあったりしますからね、普通にね、メニューの中にね。じゃあまあそういうね、いろいろモラル的に、なんだ、非難を浴びてるのね。そうなんですよね、多分イギリスのメディア BBC かな、どこかが暴いたって言われてるんですけど、それで結構、はい、特にアメリカ、欧米から完全にこの火の粉が日本に来たっていう感じですかね。アメリカで結構こう問題になってるのが日本にも来て、これちょっとおかしいんじゃないだってさ、ってなんかポップアップショップみたいなのやってなかった、やってました、やってました、でもやっぱりなんかこうよく調べてみると、やっぱ若い子たち、今の10代の子たちってやっぱこうインフレーションのせいで安いものしか買えないっていう、まあ、ストラゴの中にいて、でそれがこうシーンっていうこのすごいリーズナブルな、リーズナブルって言うほど安すぎるっていう観点に入るとは思いますけど、でそういうのをこうに行ってしまう傾向あるんじゃないかみたいな、特に中国製品は本当に私たちが見えないだけで、ね、シーンだけじゃないだろうし、だからサステイナビリティって何なんだろうって言われたらちょっと少し何とも言えないですけど、ね、でもまあ、そういう日本製とか、アメリカでもなんかこうメイドインアメリカがすごくこう、プレイスされてるみたいに、このね、スタンダードプロダクトも日本製のものをちょっと一生懸命やってるっていう努力を見せてるっていうのはその時代背景があるのかなとは思いましたけど ね、 なるほどね。なんかさ、昔のマーケティングかもしれないですけど、そうね、それ言うとさ、結構前の映画だけど、レオナルド・ディカプリオさんがやって、レオナルド・ディカプリオだよな、やった ブラッド・ダイヤモンドっていう、あ、ブラックダイヤモンド、はいはいはい、ブロッドだと思うんだけど、血、あ、ブラッドダイヤモンドか、うん、ブラッドダイヤモンドだと思うんだけど、要はダイヤモンドを皆さんがキラ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 つけるダイヤモンドをどのように取ってると思いますかって、そのビハインダーダイヤモンドシーンみたいな、そうですよね、本当にこう、チャイルドレーバーとか子供たちがすごいこうダイヤモンドを取る戦争に巻き込まれてて、すごくね、でそういう汚いむごい残虐な世界の中から、アフリカのね中からダイヤモンドが欧米に渡って、でこうキラ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 してる人がつけてるんだけど、あれも、あの映画、まあまあ、あれですよ、ダイヤモンドは買えませんけどね、買えませんが、ダイヤモンドなんてけいらねえと思いましたからね、あの映画見てそれ見て、つけるもんかとか思いましたね、難しいですよね、そういう問題って。なんかこうアメリカの基準って全てじゃないじゃないですか。アメリカって結構ハイスタンダードがあって、チャイルドレーバーは絶対にしてはいけないっていう基準があるけれども、このそこから生まれてくる違うアーギュメントとしては、もしすごい貧しいところに生まれたとして、親を助けるのが当たり前ってカルチャーに生まれたら、ね、子供でも働くと思うんですよ、そうね、だってそれが当たり前だからっていうカルチャーで、親助けたいしみたいな、子供がこうウィリングリーにこう働こうとすると思うんですよ、だそうなのもなんかちょっとアメリカのスタンダードは全部に当てはめられないですけど、でもなんかこうありますよね、なんか難しいところだなと思います、モラル的に。そう何が正しいとは一概にすぐ言えないというか、確かにね、そうなんだよね、だから分かんないですけど、だからこの CE の状況もなんかこう本当にそうなのかって言われたら、自分の目で見てない分なんとも言えないですけど、ちょっと問題になってるっていうところあるのかもしれない、でもシーンっていう言葉がアマゾンのようにこう皆さんが理解してきたっていうのはアメリカで肌感でありますよね。あ、本当ですか。誰に言ってもシーンのこと知ってるしね、一度は買ったことあるって人いるんじゃないですかね、もうね、若い子だったらね、多いと思う、まあなんかね、そういうね、ビハインドシーンも結構いろいろバックファイアしてるところはあるんですけど、それがつぶやきでした。まあそのね、ナナミちゃん言うようにシーンだけではないんだと思うんだけど、やっぱりこうシーンがすごくこうね伸びちゃったからこう、そうなんですよね、注目を浴びる、ね、スポットライトを浴びちゃったって、まさにその通りです。でもどんどんそういうところに注目を浴びてったらいいよね。それで、そうです、間違ったことをしてる、ね、ヒューマニティのないことをしてる人たちはどんどんこう摘発されてったらいいよね、別にね。そうなんですよね、本当に。だからそれだけの注目が浴びるってことは、それだけ公開しないといけないってことだから、だからこう気をつけてないといけない、コーポレートとしては、ね、多分そういう人たちってよく見てみると、アウトソースして中国のなんかこうファシリティに全部任せちゃってみたいな、全然その状況が分かってなかったり、ね、そうなんですよ、するから、そういうのもちゃんと
会社のリスポンシビリティとして、うん、あのね、うん、従業員の健康とかも見ていかないといけないですけどね、わ、うん、かんないですね、アマゾンもいろいろ問題ありますからね。そうだよね、そうだよ、ね、最近ストライキも多いですしね、アメリカ、うん、あ、そうね、確かにね、うん、このシーズンだからね、うん、インフレーションすごいしね。そうなんですよね、うん、学校がストライキ、アマゾンストライキ、レオロードストライキとかもすごいじゃないですか。だからみんなハッピーじゃないんです今。ちょっと難しいですね、はい、アメリカの皆さん、うん、アンハッピーが多いんです今、うん、って思いました。それがつぶやきでした、すいません、はい、いや、とんでもないです、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、私のつぶやきはですね、あの、私が非常にアンハッピーっていうつぶやきなんですけど、うん、あれ、アメリカの一部になってるじゃないですか、アメリカの一部に、はい、ソサエティの一部になってしまいましたね。間違いなくやられてます、私、アメリカに、うん、はい、っていうのも、うん、この時期にこれが起こるの、うん、っていうことなんですよ、うん、でもね、私の人生いつもこうなんですよっていうのも、何かというと、うん、あの、その大切なんか壊れました、壊れたんですよね、なるみちゃん。 As you can guess As you can guess Guess what's broken down って感じですよ。そう、待って、ちょっと言っていいですか、ちょっといいですか、はいはい、リキャップしていいですか、シロさんの壊れたものシリーズで言うと、うん、まず AC 壊れました、そうそうそう、 AC は2年前ね、うんうん、ルーフ壊れました、ルーフも壊れました、はい、AC とルーフは、 AC は120万ね、ルーフは140万ね、怖い、あの、金額に言うとね、そうですね、うん、パイプ壊れました、パイプも壊れました、アンディが締め忘れて、はい、で、ワッシングマシーンも壊れてましたよねドライヤードライヤー壊れたんだ、うん、はい、今までので、それね、なるみちゃんが実はいるときに、あの、はいはい、ホットエンドヒーターも壊れてるんですよ、なるみちゃんが住み始めた後ぐらいに、うんうん、あの、要はホットエンドヒーターって、あの、お湯を出す、あの、でっかい湯沸かし器みたいなやつが壊れて、うん、はいはい、でもそれはまあ20万とかなんですけど、うん、まあ、AC と屋根に比べたらちっちゃいですけど、はいはい、その時は2000ドルとか思いましたけど、まあ、そうですよね、そっから始まったんですよ、うん、そっか、でもね、うん、家がね、まずね、チャッチーの家がチャッチー、そうですね、うん、で、私、あの、いとこが、いとこの、うん、あの、姉の旦那さんがもう昔からの地元の江戸川区の大工なんですよ、で、はいはいはい、あの、結構スペシャルな大工さんで、そういう、うん、神社とか、そうですよね、あの、昔からある学校の校舎とか、結構その伝統的なこの、あの、建築技術っていうの、知識っていうの、うん、そういうのがないと直せないところとかを、うん、やっぱりこう知識がこうジェネレーションジェネレーションで引き継がれているので、はい、あの、そういうことができる大工さんで、すごいしっかりとした大工さんなんですよね、うん、でその彼が、うん、アメリカの家って薄っぺらって言ったんですよね確かに確かに、だってまず家が建つのが早い早い、うん、2週間でできますから、はいはい、何あなたレゴこれレゴと思ったレゴのこと時間かかるんじゃないですか、レゴじゃないのこれみたいな、うん、で、なんか、まあ、そういうのもあって、やっぱこう、うん、10年ぐらい経ってくるといろんなとこが壊れてくるわけですよ、そうですよね、うん、で、それがまあ12年10年頃からホット&ヒーターから始まって、そして AC が行き、そしてルーフが行き、うん、そして、うん、まあ、ドライヤーは関係ないけど、あの、乾燥機ね、うん、まあ、でも、うん、あの、ちょこちょこあって、で、ドライヤーもちょうど9月に壊れたわけですよ、しかも、はいはい、サムソン の、 あのドラム式の結構新しい、うん、新しいやつ、新しい、あの、うん、音鳴るとテンテクテン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 とかいう、あの、非常に心心地いいミュージックが流れるわけですよ、うん、ベッじゃなくて古いやつほんとそれですからね古いやつマジでその音ですからね、そうそう、そうで、あの、すごいなんかいろんなボタンとかさ、あの、調整とかあってね、うん、でも、うん、そのサムソンが結構早く壊れて、2年もしないうちに壊れちゃって、で、どこが壊れたかって、うん、ドラムとかは全然大丈夫で、この液晶パネルがあるこのコントロール、うん、は、要はハードディスク、はいはい、ハードドライブっていうところが壊れちゃって、で、うん、あの、リペアに来た人が言ったのが、うんうん、あ、またサムソンだって言ったの。で、それは私はその彼の言葉を言ってるだけですよ。皆さん今、うん、アメリカに住んでる方、サムソン製の
あの乾燥機を持ってみたら、うん、それがみんながみんなダメじゃないですよ。わかりますわかります。そのリペアに来た人が私に言ったのが、うん、Oh my god another Samsung って言われたんですよ。で、うん、What do you mean by that? なんでそんなこと言うの、うん、って言ったら、うん、Stay away from Samsung if I can advise you って言われたのね。でなんでかって言ったら、買うなって。そう、サムソンってその、うん、彼の経験上ね、うん、あのそのコアなウォッシングマシーンならちゃんとこうお水を出して洗うタブとか、うん、ドライヤーならこう温風を出して回すドラムとか、そういうのは全然壊れてないんだって。うん、なんだけど、うん、それをコントロールするこのパネルが、うん、結構チャッチーらしくって、それがすぐいかれちゃうと、で、ほらサンダーストームとか雷とかなってこうバリバリとかってこうほら停電とかするじゃない、はいはい、アメリカってよく、うん、うちのエリアはね、うん、そうするとさショートするわけよ、はいはい、すごいパワーがボンって落ちてくるから、うん、その時にこのパネルさんがちょっとこうオーバーヒートしてフライしちゃうわけよね。うん、そうするとそこのパネルをトータルリプレイスしないといけなくて、そのマザーボードを、うん、それがクソ高いんですよ、うん、はあ、ははあ、もうそれだけで700とかしちゃうの、ドライヤー800だよねっていう、うん、800払ったドライヤーでこのリプレイスメント700って嘘でしょと思って、うん、そうだからしょうがないからもうその高いドライヤーを買うのが嫌で、Facebook、うんうん、からものすごい中古の2014年の、うん、はいはい、100ドルっていうもう昔 の、うん、ビーってやつね、昔のただただ回るだけってやつ、もうオンとオフしかありませんみたいなやつ、うんうん、でもそういうやつが一番長持ちいいんですよね。だってさ、ワシャテリアとか見てごらん、コインランドリーとか、うん、あんなのしか置いてないよ。でもさすげえ使えてんじゃん、長く、うん、使える使える、そう、うん、でアンディとこれはちょっと時代を戻ろうと、うんうんうん、ちょっと時代戻ってみようと今回、うんうん、でその100ドルの2014年の中古を買ったわけ、うんうんうん、で普通に問題なく使えてたの、9月、はいはい、9月からで、はいはい、まあちょっと時間かかるけどね、乾かすのに、うん、あでもよかった、多分これ壊れないよ、こんなシンプルなやつだからっつって、うん、そしたら壊れたわけ、1週間、1週間前にいきなり動かなくなって、うん、でいろんなトラブルシューティングやったけど動かなくて、うん、なんだよやっぱり2014年は古すぎたかと思って、はいはい、もうこうなったらもう中古もやめよ、うん、もう新品買おうと思って、うん、でも限りなくそういうなんかこうもう前式ドラムのなんかコンピューターとか買わないで、はいはい、もう普通のオーソドックスの、うん、ただただ乾かすだけにしたんだけど、でその人が今日やってきました、インストールに、うん、で、あ、やっとドライヤーできて、洗濯機できる、洗濯できるわと思った。その人が、こう、コンセントをつないでも動かないと、うん、ドライヤーが、はいはい、ブランドニューなのに。うん、で、後ろの、エレクトリックパネルをチェックしたけど、ブレーカーも上がってないと。で、うん、ちょっとわからないから、でもドライヤーには何問題もないから、はい、多分このコンセント、うん、新しいですもんね、うん、このコンセントに問題があると思うから、エレクトリシャン呼んだ方がいいって言われたのね。うん、はいはいはい。で、まあ、マジでと思って、でそこで私は、うん、じゃあこの今ホールアウトしてもらった1万円で買った、うん、私が40ドル払って、うん、この古い乾燥機をなくすために40ドル払ったわけですよ。その40ドル払ってなくしてもらったこの昔のこの100ドルの乾燥機は、うん、使えてたんじゃんと思って、使えてたかも、うん、でももうそれを買っちゃいましたから、買っちゃったわけ。ちょっとねこう思ったの、うん、あ、うん、もう彼らのトラックに積んであるんだけど、はい、あれ使えるんだよな、じゃあちょっと下ろしてもらおうかなと思ったの、うん、で一応またエマージェンシーとして使えるから、ね、乾燥機、うんうん、うちにガレージに置いとこうかなと思ったんだけど、でもなんか、うん、あまりにももうめんどくさくなっちゃって私、はいはいはい、いいわもういいや、うん、新しいの買ったから、うん、でじゃあエレクトリシャン呼びますって言って電話して、うん、じゃあすぐ来てくれる人がいて、うん、で来てくれました、はいはい、で、うん、チェックしました、そしたら、うん、なんとびっくり、家の表に全てのこのブレーカーがあるわけですよね、家の、はいはい、家の電気を全部こう、うん、配線がこっから始まるっていう、うん、エレクトリックボックスがあるわけですよ、わかりますわかります、で中には、うん、20個くらいボタンがあって、そうですよね、
全てがこう何かに繋がってるんですよ、うん、マスタールームとか、うん、キッチンとかね、でドライヤーとか、うん、で見せてもらったらそのいろいろ分解してもらったら、うん、そのパネルの元になってるボードみたいなやつが焦げてて、うん、要はこうなんだろうな、要はこう何かでショートしてで焦げちゃってで、うん、そのちょうどドライヤーをつないでいるフューズが焦げ切っちゃって、ドライヤーがあの電気がパワーがいかないんだと、うん、で、はあ、でなぜかというとそのケーブルボックスをカバーしてるドア、このカバーしてるこのカバーが何回もストーム来るたびにベロン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 開いちゃってたわけですよ。あ、はい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 、そうすると雨がすぐなんですよ、うん、雨がずっとこうそこにそぎ囲むじゃないですか、うん、だから私絶対これすごい良くないことだよな、雨がここまで打ち込むのって、うん、って思ったことが何回もあったの。だからガムテープとかで一生懸命貼ってたんだけど、うん、なんだっつうとベロンベロン開いてるわけよ、あそこのドアが、うん、でそれが多分原因で、あのすごいやっぱりこうネジっていうネジが錆びちゃってて、あ、はいはい、でその錆がこうクログアップしちゃって、で、うん、電気がこうショーテッジかなんかしてそうなったらしい。要は結果結論を申し上げますと、うんうんうん、それがあのトータルリプレイス、あ、そのトータルリプレイス、そのわかりますトータルリプレイス、うん、私の家の電気配線、はいはい、トータルリプレイス、うん、さてハウマッチ、でもな、さてハウマッチ、エアコンが200万だとしたらエアコンは120万ぐらい、あのユニットユニット入れ替えるのが、配線も全部変えないといけないですか。配線じゃない、そのケーブル、そのケーブルだけ、全部の家の配線がうわーってそこに、はいはい、ハブみたいなところ、そこでなってハブ、うん、ハブ、そのハブのコントロールパネルをと総取り替えして、その下にあるサージボックスっていうこの電気をこう流すやつ、はいはい、地面に放電するやつね、うん、も変えなきゃいけなくて、それ全部総取り替え、じゃあ5000ドルぐらい、近いね、8000ドル、あ、やっぱりそれぐらいか、200分まではいかないかなと思ったんだけど、もうね、もう私はね、その3つこう見積もりをもらったわけですよ、うん、ちょっと、うん、あのこれホールリプレイスだなって、ってなって、でそのおじちゃんがあの、うん、give me 10 minutes I'll give you the best quote って言って、トラック戻ってやってて、いろいろ iPad で、うん、で5分して帰ってきて、で3つ、うん、あのベストと、うん、あの、うん、あスーペリアとベストと、あのベーシックっていう小竹梅をくれたわけですよね、はい、はいはいはい、はい、であの見せてくれたんだけど、もうね、うん、一番上が9000いくら、あのすごいスーパードゥーパー、うん、あのデラックスのやつが9000いくらで、はいはい、真ん中の、うん、あの、うん、真ん中が、8000いくら、うん、8000いくらで、一番右の、うん、そのベーシックもう最低限の修理っていうのが、うん、そんな変わらなかったの、7000いくらとかで、ああ、はいはい、はい、だからそのベーシックと真ん中が200ドル差から変わらなくて、うん、でも真ん中と一番上は1000ドル違ったから、じゃあ真ん中のやつでって言ったんだけどもう、うん、あの その時に私がもうこのどれにするって言われて、いやもう、うん、もうこのじゃ あ, あの真ん中のにしますって言ったら、うん、そのおじちゃんがオッケー、メリークリスマスって言ったのね、うん、メリークリスマスじゃねえよ、クリスマスギフトとしてねいらないよメリークリスマスこれもうは本当ね、やめていただきたい、うん、このね、あのアメリカのこの薄っぺらい家、そうですね、訪問をなそこが大変ですよね本当に、うん、でもね、そのメンテナンスかね、そう本当思ったんだけど、うん、最初にこれ新築で買ってるんですよね、はいはい、で多分往々にして新築の、まあ、私が買うようなあの中堅層の家はですよ、あの、うん、そんな5000万以上の家買ったら違うかもしれないけど、私が買ったのは本当にシングルファミリーオーナーの最初 の,、うん、あの普通の一軒家なので、うん、多分ね、いろんなところがすごくチンケに作られてるんですよね、おそらく、はいはい、手抜きされててね、そうだからハーフアスなの全部が、うん、全てが、だって私覚えてるかどうか分かんないけど、うん、私上の2階の板1個なかったし、あのってなんかここだけすごいなんかバウンシーねって言って、うん、そしたらなんかビヨン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 なんかあの飛んでるから、アシュリーが2歳のアシュリーが、うん、
まあ、そこトランポリンってそこトランポリンなのって言って踏んだらなんかここすごいビョンビョンしてるねって言って、うん、あのビルダーにちょっとここおかしいと思うって言ってこうカーペット張り上げてみたら一歩通ったらいけない板がなかったのね、あの太いこの柱が、うん、何ここ落とし穴と思って死ぬのでもそういうのがたくさんあったわけですよ。はい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 。で前で配線で問題もありましたしね、配線がなんか全部おかしいみたいな言ってましたね。そう、うん、なので思ったんだけど、あの今だから私が10年目ぐらいから全てを切り替えてるじゃないですか。はいはいはい。あのでルーフも張り替えた、ね、AC ユニットも張り替えた、ウォーターヒーターもやり替えた、うん、で今回今アウトサイドパワーアウトですよね、うん、でこのやり直したやつはもう30年以上のワランティーがあるわけですよ、はいはいはい、でしっかりとインストールしてもらってるから、うん、あのでしかもちゃんとワランティーついてるし、だからね、うん、あの新しいお家をあの、うん、お乳で買うときって、うん、あのすっごいそういう実は15年ぐらいした家の方がいいかもしれないと思った。あ、リニューされてるから、ある程度壊れてるから、もう確かに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 、わかる？うーん、そう、ある程度もう最初のインストールされたものは壊れてて、でそういうの、あの見えるのがヒストリーでいつ やり直したかっていう、はいはいはい、うん、だから私は最初新築イズベストと思ったけど、うん、意外に中古の15年目ぐらいの家の方がもう問題があれば問題としても出てくるから、すでに、うん、だからその時に洪水もしてなくて、だったらこのエリアは洪水しないだろうし、その時にもう何の問題もなければきっとこの家はこれからも問題がない。あ、確かに素晴らしいポイントですね、篠さん、それはそう思ったわけ。だからね、新築はさほど良くないということを言うためにこのつぶやき15分間いただきました。でもそれ本当に車にも言えることで、私も車買った時に、私が買った車ってあのオーナーも一人で、うん、今までのオーナーも一人で、でレコードがなかったんですよ、うん、でレコードがない イコール私はあ壊れたことがないのかなと思ったんです、この車が。でもそれは違くて、うん、やっぱりあの壊れたものをアップデートされてる車、うん、ある程度何個かちゃんとアップデートされてて、うん、オイルチェンジされてる車の方が全然長持ちするし、うんうんうん、ちゃんとヒストリーがないといけないなと思ったので、本当にその通り、中古の15年はまさにその通りと思います、ね、うん、そう思った、うん、だからエリアをちゃんと見て、ね、学校区とかね、うん、私本当に、ね、12年とか15年ぐらいのね、うん、お家をね、うん、進めます、うん、皆さんこれからホームオーナーになる方はアメリカで私の経験を、うん、日本はどうか分かんないですけどね、どういう風に作られてるか分かんないですけど、うん、アメリカは確かにそうかもしれないですね。に日本のことは一切わからないけど、うん、ちょっとまあそういう経験でしたと、すいません、長くなりました。はい、私はもう8000ドルをクリスマス前に、はい、チチンでございます。メリークリスマス。はい、あ、ちなみにメリークリスマス、シロさんの方届けました。はい、あれ、メリークリスマス。おー、皆さん、シロさんの方、イエーイ、ありがとうございます。はい、26日に。おー、そうなんですよ。はい、まあありがとうございます。あの実際にあの手に取った感覚が私には分からないんですけど、まだ来てない、アメリカには、アメリカにも送ってくれてるんだけど、うん、皆さんよりももう少し多分時間がかかる。確かに、あの沖縄にちょっと時間がかかりました。多分シロさんが特別に送ってくれたからこう、ね、私は手に届いてるんですけど、あの、うん、購入される方は多分1月ぐらいには届くみたいな感じで書いてあったんで、うん、はい、そうですね。でも一番何が可愛かったかって言ったら、はい、まだ読んでないんですけど、すいません、このショーンとアシュリーとエリカのイラストが中に書いてあるんですよ。それがめちゃくちゃ可愛くて、うん、っていうかさ、ショーンの頭すごくない？どうしたって思ったんですけど、でもあのくるくるパーマの写真を見て書いてくれたと思うんですよね。でもシモさんがめちゃくちゃ似てると思って。いや似てないでしょ、私こんな可愛くないですよ。めちゃくちゃ似てます。でもすごい可愛く描いてくれたんですよね、うん、とっても、うん、なので、はい、楽しみです。シロさんの方もいやありがとうございます。アベルブルです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ次のコーナーお願いします。はい、はい、次のコーナーに行きますよ。今日はですね、流行語、今年の流行語、はい、日本だよね、大賞、日本の流行語大賞、まあこれ毎年やってるんだけど、 それをあの何が流行ったのかっちゅうのを私がゲスするっていう、その意味をね、はいはい、なんですが、なのでこの英語はですね、うん、今日の英会話の英語は、あ、ごめんなさい、その前にタイトルコール、独舌ミニチュア英会話レッスン、 Let's speak English with attitude、はい、で、今日
今日はですね、時代に乗り遅れるなよ、うん、時代についてきて、はい、みたいな直訳、なんか今打ってるあなた今今ちょっと打ちました、すいません、あ、調べてないですよ、調べてないです、すいません時代乗り、don't be、はい、もうねそのまんま、時代についてきて、 get with the time、get with the time、 get、はいはいはい、with the time、うん、で get with がついてくるってことなので、うん、はいはい、まあ keep up っていう方が皆さんこう馴染みが強いかもしれないけど、確かに keep up with the trend って言いそうですね、うん、そう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 、なのでこの keep up with the trend っていうのもそうだしね、流行についていこうぜとか、うん、で、あの、まあ、get with the time っていうと、まあ、時代、この時、時についていけってことなので、うん、時代に乗り遅れるなよと、うん、はいはい、なのでじゃあ時代に乗り遅れないように公共の、ね、流行語大賞もね、はい、乗り遅れないように、うん、We're gonna learn what the trending words because we don't want to なんて言うんですか、We don't want to 違うな、ほんとに欲しいな、we want to get with the time ですね。get with the time、 その通りです。はい。はい、うん、ということで、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このコーナーはケンブリースポンサーです。ケンブリーはオンライン英会話のパイオニアで、いつでもどこでもネイティブの方とお話しできるサービスになっています。紹介コードの独舌 DOKUGETSU を入れていただくと初回の15分無料になりますので、ぜひ試してみてください。で、はい、今日の、まあ、トピック、しのさんがおっしゃってくれましたが、あの流行語大賞が出ましたんで、はい、年末は流行語大賞を見て時代についていこうっていう、乗っていこうと、乗っていこうって、多分聞かれてる方も、うん、私もほぼ分からなかったですから。なるほど、はい、なるみちゃんも分からなかった、分からなかったのはありましたね。マジで、ま、私絶対分かんないぞ。いくつかは結構あのニュースとして話題になったから当たり前なんですけど、対象は分からなかったので、シロさんと追っていきたいと思います。了解です、はい、皆さんもねこれでね Get with the time してください。はい、Let's get with the time、 Let's get with the time。 2020年あの対象は村神様トップ10にキツネダンスなどまとめということで、これちなみにこれが流行語大賞で、分からないじゃないですか。私も1位分からなかったんですよ、うん、村神様って誰だろうっていう感じだったんですけど、まあでも野球選手なのかな、野球選手で村神様、うん、キーウ、キツネダンス、国葬儀、宗教2世、知らんけど、スマホショルダー、手前取り、ヤクルト1000、ヤクルト1000、ヤクルト1000とって、1000とって言いますか、飲んだよ私これ夏に。本当ですか、へえー。で、悪い円安っていうのがノミネートされたとか、はい、対象賞を取られたみたいな、トップ10を取られたみたいなんですけど、はい、まあ、対象はこの村上さんって人ですよね。村神様、はい、ヤクルトで結構活躍された選手が、うん、まあ、ノミネートされていると。で、なんであの、まあ、去年はあの大谷選手のアリーグ MVP を賞したリアル二刀流とかショータイムとかがまあ選ばれたんですけど、今回もまたヤクルトのプロ野球選手の村上選手が賞を取られたと。あの日本選手最多の56本、数々の偉業を、まあ、最年少三冠とかね、すごいあの活躍された野球選手だったと。もうじゃあ 神様のように、はい、慕われたわけだね。慕われた22歳男性が、まあ、今回の大賞を取ったと。で次がキーウなんですけど、ウクライナ情勢で出てきた単語ですね。キーウというエリア。キーウというエリアか。エリア、はい。はいはいはい、まあ、そうですよね。あの今年になって、まあ、ウクライナとロシアの戦争が始まりましたんで、まあ、首都キーウへ進軍していたロシア軍が、まあ、ウクライナ側の反撃に遭いと、キーウとその周辺から撤退しましたっていうことを、なるほどなるほど、まあ、関連付けてね、キーウというエリアがトレンドインしたっていう感じですか、うん、去年より結構こうニュースで取り上げられたワードが多いですね。うん、濃いね、濃いですね。でキツネダンスっていうのは、日本ハムファイターズを応援するファイターガールが作ったキツネダンスがまあ大流行したと。へえ、うん、でそれが見てみます、一応ちょっとこれは何ですか、おにゃんこみたいな感じですか。おにゃんこみたいな感じなのかもしれないですけど、あ、これ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 、この
要はチアリーダーみたいな感じですよね。そうですね、チアリーダーみたいなこのダンスが、まあ、あの すごく流行ったと。もうさ、やっぱりさ、うん、日本だよね。わかる？わかりますよ。わかりますよ。このあれですよね。あの、なんでそんな顔してるの？なんて言うんだろう。うん、なんか、いやこれね、ディズニーとかなら全然いいんですよね。はいはいはい、はい。対象子供なんで。そうですね。これメジャーリーグみたいなもんでしょ？そうです、完全に。まあでもいいのかな、国民性だもんな、こういうのが好きなんだよねやっぱりね。そうですね、ちょっと子供っぽさが残る、うん、なんかこうフリフリでツインテールとかっていう感じが、うん、まあなんか前髪とね、うん、そうだよね、可愛いけどね、うん、すっごく可愛いですね、とても可愛いですけど、うん、正直あのアメリカ人からしたら考えられない。いやちょっと、うんうん、やっぱなんかもう慣れちゃって、私アメリカのパフォーマンスに。あ、そうですね、アメリカすごいですからね。うん、うん、あでもな、どっちも別に悪くはないんだよな。確かに悪くはないですね。ただやっぱりこう これってアジアだなと思いました今。うん、このアイドルみたいな感じの枠ですよね、うん、かなりアジア特有の、うん、あのロリコンという文化があるアジアの、うん、特有の何かありますよね。そうなんだよね、うん、なんか、うん、大人がおと大皆さん大の大人よね、もう胸もあるし、うん、ね、皆さん、そうですね、なんかもう、うん、だからこそそのテーマパークとかでやられるのは私は全然いいと思うんだけど、うん、はいはい、あのこういうプロ野球とかでだと、うん、なんかこうやっぱりこう私はちょっと心が萎えてしまう、少し少し萎えてしまう。そうですね、確かに、うん、特にアメリカのこのフットボールとかは結構あのすごいチアリーディングの方いらっしゃいますけど、うん、ほどすごいアクロバティックですからね、うん、一種のなんかこうだとか TikTok に載せるようなダンスではできないようなアクロバティックさが、うん、まあその一つショーとしてありますからね、そういう、そうだね、うん、まあ、チアリーディングっていうのはね、うん、まあまあよしです、可愛いです、でも可愛いは可愛いです、すごく可愛いは可愛いです、間違いなく、うん、はい、で次に国葬と、まあ、国葬儀と、うん、あの宗教2世っていうのは、うん、かなり日本では大きな問題になった、うん、ほう、に2単語、国葬はあの安倍首相、元首相が、まあ、あ、はいはいはい、はい、あの旧統一教会の2世に殺害されたということで、うんうんうん、あの事件よね、あの事件ですね、たまたまいましたよね、チロさんたちも日本にその時はいました。あ、そうそうそう、そういたのよ、私たち、だってベンさんから聞いたんだもん、うん、そうです、もうすごい、うん、私たちの多分一番最初のショーがあった時に起こったんですよ、うんうん、安倍さんが亡くなったらしいよってね、はい、うん、かなりのニュースになってましたが、まあ、それが原因でこの国葬っていうものをすると、で国葬反対意見も出たんですよ日本では。あ、そうなんだ、はい、あの国葬自体が国の税金で賄われるということで、それがミリオンとか行くみたいな話になって、うん、いや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 、ね、葬儀はあのやってよ他でみたいな、うん、この支持者がお金を集めてクラウドファンディングすればいいんじゃないっていう意見もすごく出て、国葬反対って、こんな苦しい経済なのに、なるほど、それに億を貸す、あの出していいのかっていう意見は多分すごく出て、すごい簡易にお伝えしてますけど、そういう意見が出て、多分それが問題に、かなり問題になって、この流行語大賞の一つに選ばれているっていう感じなんですけど、うん、で宗教2世の言葉も出たのは結構これ面白いな、アメリカでは聞いたことないなと思うんですけど、うん、この、まあ、テレ朝のニュースで宗教2世、信仰の強制は虐待なんじゃないかっていう会見があって、宗教にこっち、あの旧統一教会などの信者を両親に持つ宗教2世の方があの会見を開き、子供が望んでいない信仰の強制が虐待に当たるなどして法整備を求めましたと。で、まあ、会見出た人はね、小川さゆりさん、仮名なんですけど、で親子の問題ではありませんと、家族間だけの問題でもありませんと、どうか前向きに早急に救済していただきたいですという旧統一教会の2世の方が、まあ、あの訴えたというのがすごく話題だったので今回選ばれたんですけど、でもなんかこうアメリカも結構この宗教って強い文化じゃないですか、うん、日本よりもアメリカの方がかなり強いから、うんうん、あの
結構こう子供第2世に対してこうキリスト教とか仏教とかこうカトリックとかって押し付けるというか、まあそれが当たり前みたいなアメリカ文化じゃないですか。子供にそう同じ考え方を持ってほしいから、だってそれがすごく一番と思ってるから、そうなんですよね、親としては、うん、で多分この彼女の親もそうだったと思うんですね。それがすごい間違ってる宗教だったとしても、それが一番だと思ってるから、でもそれを虐待だって声明したっていう大きな、うん、虐待になるのかな、だから分かんないですよね。だからそれが分かんないから、うん、訴えてる方もいらっしゃる。確かにね、ファイン、うん、すごくファインラインだよね、うんうん、かなり親としてのこのマインドコントロールっていうんですか、でもアメリカだと多分こういうことを発言するってありえないと思いません？めっちゃありえないと思う。うん、あなたの宗教押し付けないでよ、だそれは虐待だよって言ってる子供なんて聞いたことないですから、アメリカだと、うんうん、アメリカはどっちかというと親の意見にそぐわなければ結局自分の宗教を見つけていくっていう感じだし、ね、親がカトリックで自分がゲイだったら、うん、あの分かり合えないままっていう人も多いと、うんうんうん、っていうのが多分なんかあるから、それを虐待とかってアメリカカテゴライズしてないところがあるじゃないですか、うん、だからそれを日本は全然してないですよね。うん、虐待だっていう発言をした人がいらっしゃるということは、ね、それでこの宗教2世が話題になったと、うんうん、で、まあ、知らんけどっていうのはちょっとまだ明るくなりますけど、言葉っていうと、うん、あの関西生まれでもない人もなんでやねんなどの関西弁を日常的に使うようになった、うん、まあ、今よく知らんけどを意味する知らんけど、とてもを意味するめっちゃを家族や友人との会話で使う人も多いのではと。かつてはうるさいと言われたこともある関西弁が人気の方言になったのはなぜかみたいなことで書かれている、うん、流行語大賞の一つになった、うん、知らんけどっていう言葉が、うん、まあ、うん、思わず知らんのかいと突っ込みたくなるような面白みがある言葉が今回選ばれましたと、うんうん、確かに確かに、これ大阪の京子ちゃんがすごい言ってた言葉、知らんけどって、うん、ですごい無責任だよねって私結構突っ込んだ覚えがあって、はい、うん、だから何かこうなのかなって言って、いやいや、それ、あの、ちゃうで、それ多分それやで、知らんけどって言うと、うん、知らないんじゃんっていう。なんそんな無責任な発言みたいな。でも、京子ちゃん的には、本当に知らないけどって言ってるつもりではなくて、うん、はいはいはい、多分、まあ、ちょっとこの、ルートになる、あの、根拠はね、うん、根拠は、うん、あのすごくグレーなんだけど、定かではないけどって言うんだけど、彼女が言うと、うん、あのすごい先にでまず言い切るのよ、ちゃうでそれ、はいはい、あれやでって言って知らんけどって言うから、うん、どっちよってなるわけよ、東京弁としては、あ、東京弁としてはね、うん、だそれが、まあ、ノミネートされたらしいんです、うんうん、面白かったその言い方、あ、本当ですか、うん、でまあ今時の言葉ですからね、で次、うんうんうん、あのノミネートされたのがスマホ賞だ。いや、これは私夏日本にいた時にみんなやってたよね。はい、みんなやってましたね。なんだろうこれって思ったもん。本当ですか、スマホをショルダーにするっていう、うん、意外に便利なんですよね、自分で持たなくていいから。確かにね、うん、私も持ってたんですよ。でも何が起こったかっていうと、スマホにまず引っ掛けるのがめんどくさくなる途中からもう根本的に取り外したらかけ直すのがめんどくさい。それすごいオーティメイトじゃない、それオーティメイト、ね、すごい。だからそういう人には何も刺さらないわけよ。そう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 、ね、だから未だになるみちゃんは多分携帯とで、あのお財布だけ持って出てくるんでしょきっと。でも最近はカバン持つようになりましたけど、なんかね、めんどくさいですよ、あのね、うん、こうあるのが。そしたらチェーンがついてると、まずこの台に置けなくなっちゃうから、外さないといけないじゃないですか、うん、外してしまうとつけるの忘れるんですよ。そうよね、結局そのまま持っていくっていうあの風呂サイクルが繰り返されるっていう感じです。そう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 、うん、で結局使わないっていうね、使わないって。でも結構便利なんで、あの、うん、まあ、ママさんとかね、お子様が持たれてる方とか、うん、確かにね、両手がね、はい、あの、うん、両手が使えるからね、はい、やっている方は多かったですけどね。なるほど。手前取り、はは、手前取りっていうのは、あ、どれだったかな。あ、手前取りとは、購入してすぐ食べる場合に、商品の棚の手前にある商品など販売期限が過ぎた、あ、近づいた商品を積極的に選ぶ行為を言い、
小売店において期間が過ぎて破棄されることによる食品ロスを削減する効果が期待されていますと。手前取りしましょうっていう、ロスをなくしましょうっていう運動が、まあ、言われてきたと。これはだからその消費期限が近づいているものを積極的に選ぶ行為を言うの。そうなんです、そうなんです、はい、を手前取りと。で今回まあ、消費費ロスが多いから手前のものから取っていきましょうっていうのが、うん、まあ、上がった。なるほどね、はい。で最後に、最後にっていうか、あと2個なんで、まあ、悪い円安っていうのは、まあ、円安がすごくひどかったじゃないですか、うん、今年。そうね、ものすごいとこまで行ったね、150円ぐらいまで行った、1回。そうです、149とか来ましたね、うん、だから海外から来られる方は多分すごい日本に旅行しやすい時期だったっていう。いや、間違いない。私はその時にガツッと来年の夏の生活費を入れましたよ、もう。本当です か、はい、だからそれぐらいね、いい時期だったっていうのは海外の人からしたら、ね、だからすごいいろんな人来てましたしね、日本に。だろうね。有名どころからジャスティン・ビーバーも来てたし、ハーリー・ビーバーも来てたし。あら、ジャスティンさんが、うん、来てました、来てました、日本に。でもう本当に有名、このデュアリパも来てましたし、日本に。だからでもなんでそんな金のある人が行くの、日本に、円安の時というか、ね、普通にお金あるじゃん。そうなんですけど、コロナ禍でコロナ禍で行きたい国ナンバーワンに多分日本選ばれてるんですよ。なんで？なんかすごい、まあ、いろんなアニメとかいろんな営業とかで、あ、そっか、コロナで全然注目が違ったもんね。注目が浴びたもんね、はい、コロナでね。そうなんですよね。だから日本っていう動物の森とかね。あ、そうなんですね。注目が浴びたので行ってみたいっていう、このずっと行きたかった人は必ず行ってやるみたいな気持ちと、まあ、あと皆さん、任天堂ワールドもあるしね。そうなんですね、いろんな、ね、日本のいいところが、まあ、コロナ禍で結構配信されたので、 それによってそれはありがたいね、うん、日本に来られた方すごく多かったですし、うん、で最後ヤクルトタオさん、篠さんが飲んだっていう、ヤクルト飲みましたよ、飲みました、はい、飲みました。浅草のね、うん、浅草じゃないや、上野のアメ横で、買い物してる時に、T シャツ普通のロゴが入った T シャツショーンが欲しいっていうのがあって入ったら、そこのすごいチャキチャキした息のいいおばちゃんが、うん、会計し終わったら、はい、これもあげるって言われて、うん、何ヤクルトと思って、私の中では普通にヤクルトと思ってるから、うん、はいはいはい、おー、ありがとうございますって言ったら何、うん、あんた知らないのこれって言うから、うんうん、知らなんでさこれって言ったら、ヤクルト1000知らないの、うん、って言われて、あ、ヤクルト1000なんだ分かんない、なんて呼んだか私覚えてないけど、はいはいはい、でも本当にこういうすごいブージーなヤクルトだったの。なんかものすごい、ものすごいたくさんいろいろ入ってるでしょ、ヤクルトの、ヤクルトの良さがギュッて詰まってるの。ちなみにヤクルト本社が製造販売するヤクルト、まあ、1000が2022のユーキャンに選ばれたと。でインターネット上の口コミで広がり、テレビでもマツゴデラックスさんが紹介、そのためか爆発的ヒットとなり、どこにも売ってないという声が多いと。増産のお知らせを何度もしているのにまだ 手に入らないという。1日180万本ペースで生産され、まあ、販売されたという。一般にヤクルト1000として知られているが、スーパーマーケットなどで売られている商品は Y1000という名前で売られていますと、はい、じゃあこれヤクルト、うんうん、何が素晴らしいのか書いてないですね。いや、何が素晴らしいのか、多分だからすごいこうヤクルトの良さが1000倍入ってるんじゃないの。ああ、そうすごいね、まあ、ヤクルトレイディーさん大忙しだね、うん、そうですね、うん、おばちゃん頑張れだよね。はい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 、どんどん稼げだよね、おばちゃん。本当にその通りですねっていうのが今、はい、今回今年の流行語でした、うん、なんかさ、もう一個さ下にあったじゃん、なんか青春はどうのこうのって書いてあったやつ。あ、特別賞に選ばれたやつですか、うん、あれ何、青春ってすごく密なのでっていう言葉なんですけど、うん、夏の甲子園に初優勝に導いた仙台育英の監督が言った言葉、青春ってすごく密なのでっていうのが選ばれたそうです。こういう感じで、まあ、いい言葉ですね、青春ってすごく密なので。確かに密でございますわ。うん、なんか本のタイトルになりそうですね、青春ってすごく密なので、青春ってすごく密なので、密なのでっていう本ですわこれ、うん、はいはいはい、まあ自分が経験した大きな後悔があるということね、この言葉の裏にね、すごく意味深な言葉を伝えられる。うん、間違いない。年上の人が言うことはね、聞いときなさい本当にその通りです私は思いますよ、本当にその通りですね、まあ、それが今年の
あの流行語大賞でした。これで皆さんもね、あの今の時代に乗って、特にあの、うん、狐ダンスとかわからなかった人多いんじゃないかなと思いますけど、はい。これぜひ狐ダンスをネイルしてください。はい、ネイルしてください。ちなみにアメリカではあのウェンズデーが踊ったあの、うん、プロムのダンスがすごいアメリカで大ヒットしてますけどね、TikTok 上で。あ、そうなんだ。うん。レディーガガの音楽に合わせてなんかすごいなんか奇妙なねダンスがあるんですよ。それは何？狐ダンス by ウェンズデーなの？いや、キツネダンスじゃないです。それはこのウェンズデーさんが作った、ウェンズデーのアクターさんが自分であの作ったダンスなんですけど、それが今アメリカでもものすごい爆発的に人気が出てるという。見てみる。見てみてください。奇妙なんでね。これ可愛い系じゃないです。うん、もうなるほど。こんなとかこんなとか。やっぱりほら、アダムスファミリーだから。あ、そう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 。うん、そうなんです。そうなんです、うん、はい。ちょっと奇妙なんです。うん、ということで、あの、はい、今回は、あの、はい、質問をスキップさせていただいて、これからあのマジシャンがいらっしゃるのでオンラインサロンに、そうなんですよ、質問は、はい、飛ばして、はい、うん、あの前回もいっぱい答えさせていただいたので、はい、今回は質問を飛ばしてここで終わりたいと思います。はい、はい、すみません皆さん、皆さんありがとうございます。質問感想等がありましたら、はい、なれみしき @gmail.com、 なれみしき @gmail.com によろしくお願いします。で、まだまだポッドキャストアワード、うん、投票続いてますので、はい、皆さんよろしくお願いします。日本ポッドキャストアワードと Google に打てば出てくるので、はい、そこ でリスナーズチョイスっていう投稿があるので、はい、ぜひぜひドクアメに清き一票よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてシロさんの本も26日から販売なんですけど、プリーオーダーができるので、はい、そのプリーオーダーもあのリンク概要欄に貼ってありますので、はい、ぜひチェックアウトしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Thank you so much for listening. I hope you're having a wonderful day. Please follow us on the podcast, but we'll see you in our next podcast. Bye! Bye bye!